683年9月から11月にかけて、起こったメッカ包囲戦は、イスラーム世界の第二次内乱における初期の戦いの、一つである。イスラームの聖地であるメッカは、ウマイア家出身のカリフのムアーウィア一世が死去した後、世襲によって、カリフを継承した、ヤズイード一世の最も有力な対抗者の一人となったアブデラブナーイコールズバイルの本拠地であった。 メッカに近いもう一つのイスラームの聖地であるマディーナが、イブンアイコールズバイルと同様に反乱を起こしたことを受け、ヤズイード一世はヒジャーズにおける反乱を鎮圧するために軍隊を派遣した。ウマイヤ朝の軍隊は、マディーナの住民を破って都市の占領に成功し、その後メッカに向かった。しかしメッカは、ウマイヤ朝軍による包囲に対して持ちこたえ、その間に、カーバが、 火災の被害にあって消失した。メッカに対する包囲は、ヤズイード一世の突然の死の知らせが届いたことで終わりを告げた。ウマイア朝軍を率いていたフサインブン・マイルは、イブンアイコールズバイルに対して、自分と共にシリアへ帰還して、カリフの地位の承認を受けるように説得したが、この説得は失敗に終わり、イブン・ヌマイルは自身の軍隊と共にシリアへ引き返した。 ほどなくして、イブンアイコールズバイルは、イスラーム世界のほとんどの地域からカリフとして認められ、その後も一貫して、メッカに泊まり続けた。ウマイヤ朝が再び軍隊を送り込んで、メッカを包囲し、都市を占領して、内乱を集結させたのは692年のことで、あった。ウマイヤ朝の創設者である、ムアーウィア一世が680年に死去した後に、イスラーム世界は、 混乱に陥った。ムアーウィア一世は、息子のヤズイード一世を、後継者に指名したものの、この指名は、特に継承に関する馬や家の主張に異議を唱えた、古いマディーナの支配層から、ほぼ例外なく拒否された。ヤズイード一世の継承を認めない人々の、間における最も有力なカリフの候補者は、アリ家のフサインブンアリと、アブドゥラブーブがイコールズバイルの二人であった。 ヤズイード一世による承認の強要を避けるために、両者はマディーナからメッカへ逃れた。フサインは、ウマイヤ朝に対する反乱を起こすために、自分と同様に、ウマイヤ朝にとって主要な敵であり、対抗者であるイブンアイコールズバイルの下を去って、支持者が待つイラクのクーファへ向かった。しかし、フサインの一行は、妨害を受け、680年10月のカルバラーの、 戦いで夫妻は殺害された。一方、イブンアイコールズバイルは、ヤズイード一世の存命中、一貫して、メッカの聖域からヤズイード一世の支配を非難し続けたが、カリフの地位を公然と主張することはせず、代わりに自分を聖域の亡命者と呼び、うまいやけだけではなく、すべての暗い種族の中から、部族会議による伝統的な方法でカリフを選出するべきだと、 主張していた。当初、ヤズイード一世とウマイヤ朝のマディーナの総督は、イブガイコールズバイルと同様に不満を抱いていた。アンサールの一族も含めて、イブガイコールズバイルとの交渉を試みた。しかし、マディーナの支配層の人々は、ムアウィア一世が行った、都市周辺での大規模な農地政策によって、自分たちの立場が脅かされていると感じており、さらには、 自堕落な生活をしているという評判があった、ヤズイード一世は、カリフの地位にふさわしくないと考えたために、ヤズイード一世への忠誠を公に拒否した。そして、およそ千人のうまいやけの一門をマディーナから追放した。この状況を受け、ヤズイード一世はヒジャーズを制圧するために、ムスリム分浮く場を指揮官とする軍隊を派遣した。 1>, 1万2000人のシリア人からなるイブン・ウクバの軍隊は683年8月26日に起こったハンラの戦いでマディーナの住民の抵抗を打ち破った。しかし、後にイスラーム教徒による伝承の中で不信心な行為として非難されることになったマディーナの略奪が発生した。イブン・ウクバはマディーナでの略奪行為のために 東洋学者のユリウス・ベルハウゼンの言葉によれば、異教徒の化身として、後の伝承では記憶されたが、初期の資料では、イブン・ウクバは敬虔な人物であり、カリフによって与えられた任務を引き受けることに、消極的であったと説明されている。マディーナの支配を回復した後、イブン・ウクバは、メッカに向けて出発したものの、途中で病にかかって、ム無ャンラルで死去した。これを受けて指揮権が、 イブン・ウクバの副官のフサインブン・ヌマイルに引き継がれた。ペルシアの歴史家のアルタバリーによって記録されている説明によれば、イブン・ヌマイルへの指揮権の移行は、イブン・ウクバの意思に大きく反していたものの、ヤズイード一世の移行に従ったとされている。多くのマディーナの住民がメッカへ逃れたが、この中には、ハンラの戦いにおけるクライ種族の指揮官でムフッタール、アイコールサカフィーと共に、 後のメッカの防衛戦で、主導的な役割を果たしたアブドゥラーブン・ムティーも、含まれていた。イブンア・イコールズ・バイルの下には、指導者であるナジュダ・ブン・アーミルの下で、ヤマ・アマからハワーリ・ジュ派の部隊も加わっていた。イブン・ヌマイルの軍隊は9月に、メッカの前に到着した。最初の戦闘でイブンア・イコールズ・バイルは、勝利を収めたものの、ウマイヤ朝の軍隊は踏みとどまって9月24日に、 都市を包囲館に置き、カタパルトを用いて、石による砲撃を加えた。イブンアイコールズバイルは、マスジド・ハラームの敷地内に、作戦拠点を設置した。そして10月31日の日曜日に、保護のために、マットレスで覆われた木造の構造物に囲まれていたカーバが火災によって消失し、聖なる黒石がバラバラに破裂した。 後の多くの資料ではこの過失の原因を包囲側に返しており、歴史家のジェラルド・ R ・ホーティングによれば、その結果、この包囲と砲撃は、うまい野鳥が犯した悪行の一覧の中でも突出して目立つようになったが、より信頼性の高い記録では、イブガイコールズ・バイルの支持者の一人が持っていた、松明の火が建造物に向かって風で煽られたために引火したとしている。 メッカの法医は11月11日のヤズイード一世の死の知らせが法医側に届いた11月26日まで64日間に渡って続いた。この知らせを受けてイブン・ヌマイルはイブンアイコールズ・バイルとの交渉に入った。ダマスカスのウマイア朝の宮廷は即座にヤズイード一世の病弱な幼い息子であるムワーウィア二世をカリフとして宣言したもののウマイア朝の権威は 各地で、ほとんど失墜してしまったも、同然となり、ウマイヤ朝の本拠地であるシリアにおいてでさえも、不安定であることが明らかとなった。このため、イブン・ヌマイルは、イブンア・イコールズ・バイルをカリフとして、認めようとしたが、イブンア・イコールズ・バイルが恩赦を与え、共に、シリアへ向かうことを条件とした。しかし、イブンア・イコールズ・バイルは、シリアの支配層の影響下に置かれることを嫌ったために、 最後の要求を拒否した。結局、説得に失敗したイブン・ヌマイルは、自身の軍隊と共に、シリアへ引き返していった。ウマイヤ朝の軍隊が撤退したことで、メッカは、異論の余地なく、イブンはイコールズバイルの支配下に入った。そして、ウマイヤ朝の権威の失墜によって、イブンはイコールズバイルはほどなくして、シリア北部を含む、イスラーム世界のほとんどの地域から、 正当なカリフとして認められた。しかしながら、イブンアイコールズバイルの権威はほとんど名目的なものにとどまった。ウマイヤ朝は新しくカリフとなったマルワーン・ブンアル・ハカムによる統率の下でマルジュラーヒとの戦いにおいて勝利を収めてシリアでの地方を固め、さらにはエジプトの支配を取り戻すことに成功した。しかし、イラクの支配を回復する試みは、 686年8月にモズル近郊で起こったハーズウィルの戦いで、アリーケシジハノムフタールアイコールサカフィーが派遣した軍隊の前に敗れたことで頓挫した。685年4月に死去した父親のマルワーン一世の後を継いで、ウマイヤ朝のカリフとなったアブドゥルマーリクは、しばらくの間自分の地位を固めることに専念していた。その一方で、 アブドゥルラーブンアイコールズバイルの弟のムスアブ、ブンアイコールズバイルが、マザールとハルーランの戦いでムフタールを破って687年に、イラク全土を支配下に収めた。691年に、アブドゥルマリクは、困難を伴いながらもーファルアイコールキラが率いる、カイス族を、ウマイアーさえ基準させることに成功し、その後イラクへ進出した。 ムスアブは691年10月に起こったマスキンの戦いで、ウマイア朝軍に敗れて殺害され、ウマイア朝がイスラーム国家の東部全域の支配を回復した。そして692年3月から10月にかけて、続いたメッカでの2度目の包囲戦の末に、イブンアイコールズバイルが戦死し、内乱は終結した。イブンアイコールズバイルは、カーバの再建時にハティームを、 カーバの一部に組み込んだ。ウマイヤ町の軍隊が去った後、イブガアイコールズバイルは、カーバの再建を開始したが、アブドゥラブンアッパースに引きられたほとんどの住民が、神の報復を恐れて、町を離れた。住民は、イブガアイコールズバイルが、自ら古い建物の残骸を撤去し始めた時に、ようやく町に戻って、イブガアイコールズバイルを助ける勇気を持った。 イブンアイコールズバイルは、再建時に当初の設計を変更し、ムハンマド自身が意図していたものの、回収したばかりのメッカの住民を遠ざけてしまうことを恐れたために、ムハンマドの生前には実行されなかったと伝えられている設計を取り入れた。新しいカーバは完全な石造りとなり、東に入り口、西に出口となる二つの扉が設けられた。さらに、 イブンアイコールズバイルは半円形のハティームの壁を完全に建物の一部として組み込んだ。黒いの三つの破片が銀製の枠の中に固定され、イブンアイコールズバイルによって新しいカーバの中に据えられた。しかしながら、うまい野鳥が692年にメッカを再征服した後、ハティームは再びカーバ本体から分離され、西側の扉は壁で閉じられた。 このサイドの変更によってカーバはイスラーム以前の設計の標準的な外形に戻った。これが今日まで残っているカーバの構造である。ありがとうございます。